ホーリネス分裂事件は、1933年から1936年まで続いた日本ホーリネス協会内部の分裂事件である。1930年に昭和のホーリネスリバイバルが起こり、日本ホーリネス協会は活気に満ちていたが、中田茂春監督の聖書解釈が独特のものに変化しつつあった。1932年、日本ホーリネス協会初代監督。 中田茂春は、ヨドバシ会で、聖書より見たる日本という連続講演を行い、これが翌年出版された。その内容は、日本民族は、シュメール、ヒッタイト、ユダヤの根欠末裔であり、ヨハネの目視録に登場する、活人の印を持ちて秀るところより登り来たる天使、こそは、日本民族の使命を予言したものであるとした。将来のキリストの再臨の時に、 ユダヤ民族の回復がなされ、日本は満州、蒙古からトルキスタン、ペルシャを経てエルサレムまで鉄道を敷設し、イスラエル建国を支援すべきであり、そうすれば日本民族もその祝福に預かるという主張をした。この主張はサイリン運動と非誘導ソロンの極論であり、親部善一郎の日本及び日本国民の起源の影響を大きく受けている。一方、 再臨の切迫を解く主張は1933年になるとさらに大きくなり、1933年9月21日に再臨が起こる可能性を示唆した。中田は教職は個人伝道や教会形成をすることが優先事項ではなく、キリストの再臨とユダヤ民族の回復のための祈り優先事項である主張した。この中田の主張の影響を受けた。 教職、信徒が増えた。しかし、米田豊をはじめご教授たちは批判的であった。中田と対立した監督委員、中田監督は1933年9月22日、聖書学院のご教授に自分の方針に従って教えることを求める書簡を送った。それは、ホーリネス教団の運営方針を伝道中心ではなく、 キリストの再臨とユダヤ民族の回復のための祈りに専念すべきというものであった。5人の教授らはこの主張を従来のホーリネスの伝統的教理を否定するものとして拒否した。そしてことの是非を問うために臨時総会を召集した。中田は最初召集を認めたが後にこれを取り消し臨時総会を非合法とみなし10月19日付で車だ。 大原、一宮、土屋を解任した。25日に、ヨドバシ協会で開催された、臨時総会が開かれた。10月26日に、新都大議員社井助作の発議によって、中田の監督解職案が上呈された。採決の結果、ほとんど全会一致で決議された。また、中田の全監督としての優遇を保障する、不重決議もなされた。監督解職に伴い、 それに代わる運営体制として、新しく委員会制度が設けられ、ホーリネス協会年則に付加させられた。それには、必要ありと任務るときは、委員会を設けて、監督職を代行すと記されていた。そして、5人の委員を選ぶ選挙が行われ、委員会として、車田修司米田豊、小原十三氏、市宮正吉、菅野栄が選出され、以後この5人が、 指導者になった。しかし、中田を支持していた者も半数近かったので、日本ホーリネス協会は、中田側と委員側に分裂することになった。10月27日、臨時総会夜、中田から委員に挨拶したいと電話をして、翌日に、ヨドバシ協会で行われた委員側の協約社会に出席した。その場で、監督としてではなく、 一副音士として挨拶するといい、進行上の相違で別れるのだから、握手して別れたいと述べて、代表して車だと握手をした。10月27日の夜に、5人の委員と鈴木千之助の6名が中田邸を訪れて、共に祈り的になく別れた。しかし、後に中田は臨時総会の合法性を承認せず、監督会食の方法は間違いであると主張した。 そして、メソジスト協会の憲法を適用して、監督審判法で自分の立場を弁明した。11月2日号の機関紙で、臨時総会の非合法制を訴えたが、訴訟のための法的手続きは取らず、中田側は、この件に関して沈黙する声明を発した。11月9日号の機関紙の、清潔の資金石で、この事件によって清潔が試されることを記し、 弁明では監督として、堂々と意見を発表すること、妻が監督を操っているという風評への弁明、金銭に関する潔白を弁明した。桜幕五郎は11月23日号で、上知委員に注意を促すと記して、臨時総会を非合法とした。これを、監督側と委員側の双方で数回にわたり、この件に関する声明が出された。 そのような両者の対立を象徴する出来事として、神田事件が起こった。ついに、中田前監督側は、中田を罷免した臨時総会を無効とする民事訴訟を起こし、分裂事件が泥沼化してしまった。プロテスタントの各教団の代表らによって和解を求める緊急会議が結成されたが、解決を見なかった。中田は、 日本メソジスト協会の赤沢元蔵監督の屋敷に夫婦で行き、安倍義宗と吉崎都夫、を渡辺善太の立ち会いのもとに、車田、菅野、米田、小原、市宮の委員側と面会を試みたが、それも未解決に終わった。しかし、1935年11月21日の帰還紙では、条件次第では中田側が、 今回の訴訟を取り下げる用意があることを伝えた。1935年3月5日に、東京地方裁判所において、赤木判事を中心として、和解団が始まった。1936年10月19日、ついに、安倍吉宗らメソジスト指導者、陸軍少将ビビキ晋介、クリスチャン政治家、松山常次郎らの仲介によって中田とご教授は、 歩み寄り和教覚募描きが成立した。ここで両者がはっきり二つの群れに分かれることになった。ことをお互いに了解し、数のり分離という二つの組織が誕生することになった。和教覚募描きでは、旧名称の日本ホーリネス協会の名称を用いないという取り決めがなされ、中田監督と車出しが署名した。中田派は中田を終身監督とする清め協会になり、 ご教授派は、車田修司を指導者として三人の監督代行により統率される日本政教会を名乗り、日本ホーリネス教会は二つに正式に分裂し、別個の組織になった。その後、両者は別々の道を歩む。この分裂事件は、日本伝道隊、イエス・キリストメシ会、聖書教会、自由メソジスト教会の関係者に強い衝撃を与えた。はじめは、 中田の新方針を審議するために、臨時総会を開催したのだが、結果的に監督解任という結果になったのは後、教授の本意ではなく、一同は泣いた。神田教会の所属をめぐる両者のこの対立事件は、新聞にも取り上げられた。戦後ホーリネスの指導者だった山崎和志夫は、中田の偉大さと、人間的魅力を称えた後に、神は人間を偉大ならしめないために、 発展の絶頂から分裂の谷間に導かれたと書いている。ありがとうございます。